どうも皆さん、こんにちは。令和のダンディーです。本日はこちら、そうです、みんな大好きチープカシオでございます。いやダンディー君、君は確かグランドセイコーを持ってなかったかい。なぜチープカシオを持っているんだい。つけるときあんのかいな、という声が聞こえてきそうです。これは私の趣味であるサウナに入るときにつけております。チープカシオとはその名の通り、破格の値段で購入できるカシオの腕時計です。値段はだいたい1200〜1300円ぐらいから、高いものでも2〜3000円で買えるものがほとんど。かなり安いです。もちろんチープと言われてるだけある。作りやこの軽さといったところはチープ感漂います。だがそれがいい、そういう声が聞こえてくるのも間違いないでしょう。私が持っているこのチープカシオは購入して約1年近くが経ちますが、全く壊れる素振りはありません。そして何よりも電池の持ちもかなりいいと聞いております。チープカシオ、チープという名とは裏腹にかなり完成度が高く、そして強度が高いということでも有名だと思います。冒頭でお伝えしました、サウナ高温です。90度から高いところだと120度近くまで行くところまでございます。私は都内のサウナはもちろん、ちょっと外れたところのサウナまで足を伸ばして、はぁ、整うというダンディーなサウナの入り方をしております。その時必要になってくるのがやはり時間です。一体今私は何分サウナに入っているんだ、今私はこの整い椅子に座ってから何分経過しているんだ、その前段階でもちろん冷たい水風呂、今何分入ったんだ、そういった時間の管理がとても重要になってくるのがサウナです。もちろん超上級者の方であれば、いや感覚でいいやないかいという方も中にいらっしゃると思いますが、私は結構そのお仕事の営業と営業の間に入ったりすることが多いので、あまり長いしてしまうと、やばい次のアポが、やばい着替えてる時間が、パンツ履いてる時間がないというダンディに欠けるような行為になってしまいますので、必ず時間を気にして入っています。まあ私は営業ということが非常にメインのお仕事になってくるので、営業と営業のそのアポイントの中でアポがリスケになることもあります。そんな時には、そうだ、車に積んでいるこのサウナグッズで一緒に行こう、サウナに入ってしまおう、そういった考えに至るわけです。そうなった時にはやはり空いている時間があるといっても、長くても2時間の間でサウナに入らなければなりません。サウナにあまり入ることが少ないという方は、いや2時間も入んのかいと思う方も中にいらっしゃるかもしれません。ですが、まあ大体サウナに入って水風呂入って整ってというこのルーティンを繰り返すと、大体20分から30分ぐらいかかります。まあそれを4回近く繰り返すと、やはり2時間ぐらいにはなると思います。もちろん4回繰り返すときと3回のときあります。ですが私は基本的には1回だけ入って出るということはないです。3から4回、サウナ、水風呂、整う、これをワンセットで繰り返すときに必ずこの時間を見ることが必要です。そんな高温のサウナ、そしてキンキンの水風呂を繰り返し、整ってるときもずっと肌身離さずつけてるのがこのチープカシオです。デジタルです。アラーム機能、そしてストップウォッチ機能、この左上のライトを押すと
戻ります。そして時計、この左上を長押しするとライトが光ります。これが見やすい。サウナ室は明るいところばかりではないです。やはり暗くて見えないなという時もあるので、アナログのチープカシオよりかはデジタルのライト付きがおすすめです。めちゃめちゃ見やすいです。そして軽い、薄い、最高です。壊れても1200、300円ぐらいなので、そんなに、あーやべえやっちったーとはなりません。まさかグランドセイコーをつけて入るわけにはいかないので、このチープカシオをつけてサウナに入ることにより、私のもう時間管理にはこれは欠かせない一本となっております。ちょっとつけたところも見ていただきましょう。ちょっと腕毛が気になりますね。気にしないでください。アラフォーのダンディーなので。ということで、どうでしょう。つけた感じもかなりおしゃれです。見た感じどうですかね。そんなにこうチープ感は感じないような感じかな。いかがでしょうか。結構小傷が目立ちますが、つけていて、うわ、傷だらけという感じは全然見えないです。チープなので持つとやっぱ軽いなという印象はありますが、まあサウナに入ってる以上は別にそんな、こいつなんだこの時計とかっていうことになりません。ですので、まあ時間を確認する、今何分何十秒入ってるんだろうっていうのを確認するぐらいであれば全然問題ない。私はこれをサウナで使っておりますが、例えば別な過酷な環境のプールの中とか、まあプールが過酷かどうか分かりませんが、水に濡れても大丈夫だし、あとはそうですね、キャンプ、登山、そういった過酷な環境の時に高級な腕時計はつけていけないなぁ、けど時間は確認したいなぁという時にはこれがおすすめです。チープとは名ばかり、本当はめちゃめちゃイケてて半端ない強度のカシオの腕時計。ぜひ皆さん気になった方はアマゾンでチェケ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 ラッチョしてみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画が良ければぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。ではまた次回のダンディーな動画でお会いいたしましょう。ではまたね。バイバイダンディー、ディ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 、チープカシオ最高。